はいどうもコミです。さて本日はこちら TH コンプリーターさんから動画をお届けしたいというふうに思います。ですね、今日見てほしいのは、今まで、ドラゴンとかである一定の区画を破壊しようと思ったら、赤錦って言われている突撃艦ライドラバルーンとか、あと、スーパーウィザードにインビジブルかけたやつですよね。この辺でやっている方が多かったんじゃないかというふうに思うんですけども、突撃艦にスパガゴを入れた、通称花火ってね、呼ばれている攻め方。あれって、ドラゴンたちと突撃艦をこう混ぜてタウンホールの付近に届けるっていう、パターンなんですけども、それを実は先打ちでやるケース、多分ねこれ試したことある人結構いるんじゃないかと思うんですが、あんまり強くないってこれまで思われてたんですよね。なんですけども、これね、使いどころによっては実はえぐいぐらい強いかもしれないっていうことに、ちょっと今日ね、気づけるリプレイをミダコクさんが提供してくれまして、これね見ていこうと思います。結構やばいっすよマジで。ミダコクさんのリプレイ2本と、あとスパビズ1本で、通常の、突撃艦、スーパーガーゴイル。今日この合計4リプレイでいきたいと思うんですけども、まずこれ、どこに使うかっていうと、ラバで最初、対空のタギを取って、圧着のタギも取りますね。で、突撃艦をエアスイーパーに当たらないように投げていきます。で、この投石機2機の中心、中央っていうかな、ど真ん中ぐらいに落としていくんですね、こんな感じで。そうすると何が起こるかっていうと、投石機2機潰しました。かつ相手のアシャクイマルチインフェルノ、ここまで潰すことができちゃうんですね。これはね、結構やべえなって思いましたね。で、今回のケース、スーパーガーゴイルでこれ援軍が釣れてないんですけども、もしもこれ、スパガゴで相手の援軍がなんだ、ストライカーとか、スパガゴとか、いう場合は、もうかなりこれでやれちゃうんじゃないかなっていうところで。ただね、今回、ミダコクさん、ポイズン持ってってますけども、このポイズンすごく重要で、中から出てくる援軍っていうのが、逆に、その、アーチャー大軍とか、こういうケースになっちゃうと、そもそもこのスパガゴーパートが全く炸裂しないので、そういう場合には、もうポイズン使って、なるべくね、スパガゴが、そのアーチャーとかをタゲ取らないように、やっていくっていうことが必要になってきますね。ただ、見てもらってわかるように、これスパガゴで投石機2機、アーチャークイーン、さらにマルチインフェ、潰したことによって、ごめんなさい、なんか変な出てきた。この部分がごっそりこう削れてるんですね、ここが。なので、ヒーローパートがぐーっとめちゃくちゃ伸びるんですよ。で、伸びていって、まだアーチャークイーンタウンホール壊した時点で、まだ体力満タン状態ですよね。っていうところで、残りは、ラバルで押していくんですけども、個人的にはね、どうなのこれ。ラバルじゃなくてもいいんじゃないかな。ドラゴンライダーとかの混ぜ物でもいいと思うし、今回ね、相手の、ロイヤルチャンピオンがこう生き残っちゃったりしてますからね。混ぜ物でもいいと思うし、あと、なんならドラゴンラッシュでもいいのかもしれないですね。どちらも呪文そんないらないので、ラバルを使って、ロイちゃんの処理とかを少しね、リスキーの中で行うよりは、そういうドラゴン混ぜの方が、なんか僕はいいのかなって思ったりしちゃいますけどね。その場合はあれですね。今回、この面から回し始めましたけども、この外周部分、ここのところ、こういうところはね、ドラゴンを使うと少し削りにくかったりするので、ドラゴンライダー多めっていう形かな、に、やっぱり、ラバルでないんであれば落ち着くのかもしれないですね。いや、でも結構すごくないですか？序盤の削りがね、かなりやばいなっていう、ちょっともう一本あるんで、ね、残念ながら全開にいかなかったんですけども、それは理由があるのでね、そこも交えながら見てみましょう。応援軍続っちゃったんですね。僕はちょっと、失敗どころだったのかもしれないですけど、これですね、突撃艦をおそらく、このエアスイーパーに当たらないように、ここから投げてきたかったと思うんですよ。でもちょっとね、エアスイーパー寄りに行っちゃったもんで、エアスイーからこうガンガン吹き戻されちゃって、上の方にね、行ってくれなかったんですね。で、この突撃艦が、ここで炸裂したらもう最高だった。けど、落ちた場所がここだったんで、こうね、相手のクラン城に届いてないんですよね。これがちょっとね、残念だったところ。で、そこさえ、ちょっと目をつぶりさえすれば、ちゃんとね、投石機にもこんな感じで、2機、スパカゴの攻撃が入っているし、相手のアシャクイもなんならこれで潰すことができている。やっぱりこの破壊力ですよね。ここ。これやばくないですか？これマジで。ここごっそりこんな風に削られてしまったら、なんか序盤で、だいぶきついかなっていうふうに思いますよね。で、呪文のマックスっていうのは合計10枠ですね。大体10枠。インビジブルが2発に、クローンが2発に、レイジが1発っていう感じですね、これ。
まあ、これ大体10枠ぐらい使うのが、打刻さんの今のこの形なんですけども、いやこの削りね、でちょっとね、補足として言っておきたいのは、今回のアタックも前回もそうだったと思うんですけど、こっからこう突撃を入れますよね。で後ろからこのバルーン数体を投げ込んでるんですよ、こういう風に。でそうすることによってこの部分ね、突撃艦が落ちたところの、まあ、この周辺はこう削れるんですけど、こういうところを削っていくことによってスーパーガーゴイルが外周方面に流れてしまわずに、狙った方、中へ中へとこう、進んでいけるように追いバルーンを入れているっていうところを見逃さないように見てもらえたらなというふうに思います。ここね、結構大事ですね。で、今回は相手がラバーだったんですけども、これ、しっかりね、ラバーを処理するため、パピー処理するための、ポイズン持ってきてますね。で、まあ、パピーじゃなくても、これさっき言ったように、アーチャーの大群とかでも、まあ、当然、このポイズンを役立ちますので、この攻め方をするんであれば、やっぱり、ポイズンの呪文はあった方がいいのかなっていうところですね。で、これ前回までね、伸びなかった理由っていうのがね、このタウンウォールの爆発ダメージ、このギガポイズンかなにアーチャークイーンがこう入っていっちゃって、そこでだいぶ削られたんですよね。これ、相手のババキンに引きずられて、このポイズン機体に入っちゃったので、これね、だいぶババキンのやっぱ殴り方がえげつないし、で、その後、ね、巨爆を踏んじゃって、クロークも不発に終わっちゃった。っていうところですね。まあ、巨爆プラス、だからポイズンダメージのダブル効果ですよね。で、アーチャークイーンのそのクロークで回復する量ってもうそんな多くないので、回復した HP がポイズンで削られ、さらに巨爆で削られ落ちちゃったというところで、このアーチャークイーンで見てたこの部分だけがね、結構相当残っちゃったっていう感じですね。いやー、惜しかったな、でもこれも。だからまあこんな感じで、最初にね、ラバハウンドを当てていき、突撃艦を出しの後ろからバルーンちょっと追っかけてみたいな感じにしていくと、結構ね、中心部分まで当然突撃艦が伸びますね。今回不発だったけども、この辺までこう伸びてくれさえすれば、この周辺部分っていうのをこんな感じでごっそり削ってくれるから、こうなってくると、アドバンテージが大きいなって思えるところ。タウンホールだけではなくて、やっぱり、クラン城、投石機2機、相手のアーチャークイーン、この辺が巻き込めちゃうと、まあ、ロイヤルチャンピオンでもいいのかな。まあ、この辺が巻き込めちゃうと、相当なアドバンテージになるっていうところが、まあ、このね、攻め方見てもらってわかると思います。これやばいよね、本当に。だってさ、なんなら、今回イーグル砲も行っちゃってんじゃない？多分。イーグル砲も行ってるよね。どんだけ、ね、やっちゃってんのこれって感じじゃないですかね。ほんとこれ、はい、バルーン今ね、6体ぐらい投げましたよね、こんな感じで。でこのバルーンで対空砲とかイーグル砲の方に向かわせていきつつ、突撃艦の仕事はこっち側って感じですね。はい、でこうすることによってパティがさらに外周部分、カットをしてくれるので、これにより、あとアージャークイーンとかね、ヒーローたちが決まった方向にこう一方通行を歩けるような、この部分のカットが決まっているってことなんですね。だから、クイーンなり、まあ、キングなりがずっとこうね、歩いていけるという感じですね。いやー、えぐい。この削り、マジでえぐいな、ほんと、しかし。これ、ぜひね、ちょっとこれ使ってみたいですよね。こんな形で、スーパーウィザードやろうと思っても、絶対無理だと思うんですよ。スーパーウィザード、じゃあ、この投石機とか、相手のアーチャークイーンとかって、まあ、このギリギリここに落とせばいいんだけど、結構神業的なものがありますよね。でしかも、そこに、巨爆があったりとか、いやー、もうしちゃった場合にはアウトですね。で、トルネがあった場合もアウトなんですけど、トルネがあろうが、巨爆があろうが、このスパガ号にはあんまり影響ないし、まあ、なんなら、その赤い対空爆弾が多少あったとしても、まあ、それ吸っても生き残れるだけの、その HP 持ってますんでね、事故が非常に少ないっていうことを考えると、この10枠の仕事量、今これ見てもらったの仕事量が、まあ、どうなのかっていうところ、ペイできるなっていうふうに思えるか、いや、それでも10枠でかいよなっていう、の子たちも見てもらうと、フリーズ3発に、まあ、ヘイスト1発、っていうところになってくるので、まあ、この呪文数じゃちょっと足んないよなっていうね、ふうに思うか、まあ、これでもいけちゃうなって思うか、まあ、そこ、見てもらいながらですね、使うかどうか判断してもらえたらなと思うんですけども、まあ、いずれにせよ、こういう宝石2機、さらに相手のアーチャークイーン、防衛軍全部やれちゃうんだったら、僕はなんかありかなっていう気がしちゃいますけどね。はい。というところでね、まずは、ミダゴグさんのアタック2本見てもらいましたけど、もうちょっとここからね、関西クラクラクラブの方に移って、続きを話していきたいというふうに思います。
こちらですね、カズさんがやってくれているこれスパーウィズを使ったパターンなんですけども、これね、ラバーを使うケースと使わないケースがありますか。今回これちょっと攻めましたね。これラバーがなかったのギリギリでしたが、こんな感じで相手のマルチインフェルの投石機アーチャークイーン、これを丸ごと根こそぎ折っていきます。で、なんなら防衛具も釣って、外で処理することができるという感じですね。こんな感じ。インビジブル4発使ってレイジ1発なんで、まあ、合計で、6枠分の呪文ですね。で、この仕事をするという感じで、まあ、壊した施設を見てみても、宝石に、圧着位に、まあ、防衛援軍っていう感じかな。まあ、この辺ですよね。ここを壊してますね。まあ、さっきの、だから、スーパーガーゴイルに比べると、まあ、ちょっとやっぱね、壊せる範囲っていうのは狭いんですけど、まあ、その分、呪文枠は4枠少ないっていうことと、防衛援軍を確実に釣っちゃうんですよね。なんで、このクラン城の付近に落とす場合、そこにアイゴレなんか出てきちゃうと、タウンホールじゃねえば、スパカゴがアイゴレに止められまくっている間に、インビジの呪文の効果がもう4枚とも全部切れちゃって、全く仕事できませんでしたとか、いうケースっていうのも、まあ、起こり得るんですが、まあ、そういったリスクがだからないっていうのが、さっきのスパカゴを先打ちする場合のメリットですよね。なんかね、結構僕、先打ちって良くないんだろうなっていうふうに思ってたんですよ、ずっと。だけど、さっきのミザさんみたいに、ラバを混ぜて、外周パピーで削り入れつつ、追いバルーンを加えていくっていうパターンですね。これをやりながら、スーパーガーゴイルで投石2個とか、で、防衛援軍、アーチャークイーンとか、この辺を根こそぎやれちゃうような場合っていうのは、もう全然このパターンはありですね。で、タウンホールの付近に結構、美味しい、施設がない場合ってあるじゃないですか。そういう村って結構多いと思うんですけども、そういう村にこそこういう攻め方は刺さるなっていうふうに思っていて、まあ、通常の花火と呼ばれる突撃艦スーパーガーゴイルのパターンと比べてみても、やっぱり、呪文の枠数っていうところは、まあ、そんなに遜色ないんですよね。このコスト使っちゃうんですけど、でも、その場その場の流れに合わせて臨機応変に使う呪文ではないので、ある程度、確定で成果を得られる呪文の使い方ができる攻め方になってくるっていう点においては、結構初心者の方でも扱いやすい、戦術なのかなというふうに思います。ここはね、かなり、使い勝手っていう意味ではいいのかなと思いますね。これを、なんだ、その攻めの流れの中でやろうと思うとこうなってくるっていうのが、このボキさんのアタックですね。これも結構綺麗に決まってます。タウンホールをね、今の突撃艦スーパーガーゴイルで追っていくんですけども、フロン一発ですね。結構タウンホール周りに主要な防衛があるので、こういう風に。僕ならここ、フロン2発持ってっちゃってもいいかなって思うところですけどね。ボキさん、これでも結構綺麗に決めてるんで、多分その判断正しかったんでしょうね。無理にそんな2枚とかね、クローを持っていく必要なかったってことなんだろうなって思うんですけど。バーバリアンキングを外周歩かせて、後ろからクイーン、ね。こちら側はヒーローで押していくと。で、この面から、ドラゴンを出していって、ドラゴン出していって、で、突撃艦をヒョーンとこっちに落としていく。で、ここを壊す。で、ドラゴン部隊が、こちら側にこう流れていくんですね。こういう風に。こういう風に。こんな感じで、執着していくっていう形が、ね。ここ壊しちゃうんで。で、突撃艦、フォームかけて、タウンホール付近、落とす、場所の真下が大砲なんで、これがいいんですよね。大砲の真上に落とすと、まあ、今大砲壊れましたけども、それがいいってんじゃなくて、投石機とかの真上に落としちゃうと、投石機にインビジがかかっちゃうんで、ずっとね、無敵状態のインビジが、いや、無敵状態の投石機が、後ろから来るこういうドラゴンとか撃ちまくっちゃうんですね。で、そうするとドラゴンとかがやられちゃうので、突撃艦を落とす、その真下にある施設っていうのは、なるべく主力じゃない方がいいですね。アチャクイがそこにいるとか、あと、インフェルノがあるとか、投石がある。もう投石最悪ですね。投石は本当最悪。これらじゃない方が良くて、今回の、ボキボキさんのこの、突撃艦スーパーガーゴイル花火の選択っていうのは、かなり、落とす場所を考えた上でも理にかなってたなっていう風な気がとてもしますね。まあ、それもあって、残り方がえぐいですよね。こんな風に。だいぶすごい残り方をしますけども、今のこのボキさんが攻めた村みたいに、タウンホール周辺、ここに、主力の防衛、投石機が2個、ここと、ここにありましたよね。こことここに投石機があって、タウンホールがここにあるみたいな。こういう村を攻める場合っていうのは、
先打ちの、スーパーガゴはしない方がいいですね。ないことによってむしろ後から来るドラゴンたちとここから、出てきたスーパーガーゴイルが、ミニオンたちが合流してこう進んでいってくれる。なので、それぞれがお互いに支え合っていってくれた時の力、まあその伸び方っていうのは結構、いい感じの伸びが見られるので、序盤でスパカゴを全部使い切ってしまう先打ちよりはタウンホールに向けてドラゴンを発進させつつ、突撃艦を先にそっちに送り込んで中からスーパーガーゴイルを出してあげる。そいつらがドラゴンと一緒に混ざって後半にもつれ込むっていうパターンですね。これが作れた方が結構強いので、タウンホール周りに主力の防衛がある場合にはこのパターンですねをやるのがいいと思うし、1本目2本目みたいにタウンホールとの真逆側に主力の防衛通す機器がもう2個ありますとか、そういうパターンっていうのは先打ちでやっていくのもいいかなと思います。まあ、位置関係結構難しくて先打ちでやらなくてもドラゴンに遠目かけちゃえばいいんじゃないのっていうケースもあるんですよ。なんで、まあ、そこら辺っていうのはなかなか一概に言えないんですけども、まあ、ただあれだけ序盤で壊せちゃうとその先が相当楽になるっていうのは間違いないから、特に相手の防衛軍をね、スパカゴで壊すことができちゃうっていう点においてはこれかなり深いところを見極めれば成果の上がる、攻め方かなと思いますんでね、もう一回1本目2本目三田国さんのリプレイ見てもらいながらぜひ使えるポイントがあったら試してみてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、先打ちの突撃機関スーパーガーゴイル先打ち花火をね、紹介させていただきました。いかがでしょうか？こんな感じでですね、私のチャンネル、クラン対戦の解説系の動画中心にやっております。ぜひね、タウンホール12から14まで幅広く扱っておりますので、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴いただけたらとても嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。